47は見えない壁っていう回で、まあまあ200回まで勝ち進んだんだよ。ところが200回までエレベーターで上がったゴンとキルアが天空闘技場のね、上の階に行くにつれて強くなるんだけど200まで上がったら、エレベーターを降りた瞬間になんか怖くて前進めない。それでも無理やり前進,め進もうとしたら、なんかもう足が一歩も進まなくなったら、そこになんか懐かしいヒソカが座ってて、ヒソカが、 まだ早い通さないっていう,ふうに言ってくれるんだよね。いよいよ、これへで年の説明があるんだけど気になるのはひそかめちゃくちゃ親切ってことなんだよね <laughs> お前たちにはまだ早い通さないって言ってくれてるわけだしこっから先延々修行してくれてるから危うくひそかがいい人になっちゃってるんだけども、えー、いよいよ年の,の説明が始まったと。であの僕が主催してる DMM のサロンオンラインサロン っていうところがあってそこにハンターハンター部っていうのがいるんだ。でハンターハンター部の部長がやあの山明っていうやつで今これ撮ってるカメラの向こう側にいて笑ってんだけども山明君の説ではですね年は実は後で思いついた説なんでつまりハンターハンターの連載初期は お話の流れは考えたんだけど、作者は絶対念のことを思いついてないと。念能力思いついて確かにそうなんだよ。一話からの流れで見たら変すぎるんだよ。だって、キルアって後で出てくるんだけど、キルアの家の羊のばあちゃんまですげえ念能力使えるんだよ。<laughs> 家族全員、キルア以外ほぼ念能力使える。なんでお前だけ使えねえんだよっていうのは変なんだよ。だから、途中で思いついた。で、なんで、その山脇説にいると、なんで思いついたのかというと、実は、 ゴンとキルアの実力差をなくすためだと。ここから先、いろんな敵と戦うんだけど、も、キルアがこれまで正体不明、ミステリアスで、すごい強いと。の実力差を数値化すると、ゴンが100だとしたら、キルアが1万ぐらいある。と。これを、なんとか同じぐらいどっこいどっこいにしないと、ここから先のクエスト、修行シーンとかも、そのクリリンと、 悟空が修行するときって実力差がありながら、やっぱ同じ修行を受けて同じぐらいように強くなるという表現ができるじゃん。そういうふうなものは必要だから、どっかでゴンとキルアの実力を似たようなものにしなきゃいけない。それにはどうするかっていうと、念能力という概念をもう入れて、強さをいきなり100万足しちゃおうと。 これまで100と1万の差があったんだけど、そうすると100万100と101万の差しかなくなると、ほぼ実力関係なくなるというふうなことで、じゃあ実際にここから先グリードーアイランドとかでも実力差はもうほぼ同じになってんだけど、これ年能力っていうやつを連載途中で思いついて無理くり入れることによってハンター×ハンターっていうのは劇的に面白くなったと。なかなかね、あの、途中までこんなに作者が思いついてないことが明らかに分かってて、途中で思いついたのを作者が あまりに嬉しくて、説明しまくってるっていう漫画はなかなかないっていう。いいと思うよ。えー、47話がそういう年の説明を初めてやってくれたと。えー、28あ48話か、ひかな条件で、ウィングさんから年の説明後、ザーッとされて、じゃあ君たちにオーラっていうのが見えるようにしましょうって、背中に手を当てて、全身の昇降っていう毛穴みたいなものからオーラがバーッと吹き出すシーンっていうのをちゃんと書いてく。で、そこから先修行シーンが、 あるのかと思ったら、そのオーラをっていうふうに説明してたら、もういきなり画面暗くなって、次の日、ヒソカが廊下で待ってんだよ。そうすると、オーラを全身に持った二人がこう来て、なんとかここまで来れたって言ったら、ヒソカがよし、パスっていう、っていうね。<laughs> またもや出ました。修行シーン一切なしっていう。すごいよね。修行が必要とか、オーラすごいとか、年、ね、齢ていうのはこんなもんかってプロセスをこう書きながら、実は読んでる方が、 退屈に感じて書く側が実は書かないと読者が分かんないんじゃないかなって思ってしまうプロセスっていうふうなものをもう書かないプロセスを書いちゃうとこっから先にいろんな修行があるからさもう全部似たようなものになっちゃうんだよねなのでここはあえてここで年の修行を書かなかった頃からこそグリードアイランド編のビスケが教えてくれる念の基礎修行っていうのがすっごい面白く見えるんだよねでもここでそのウィングさんが概念だけ教えて ちょっと言葉で教えて考え方を教えただけでゴンとかキルアが身につけてしまう才能あの二人の才能恐ろしいというシーンだけで試験をパスするというこのねすっ飛ばしのおかげでこの漫画はすごいスピーディーな展開になっているんだよな。